Windows Windows のセキュリティ機能、Microsoft Security e s セキュリティエッセンシャルズ。o f t s e c u セキュリティエッセンシャルズは、マイクロソフトが開発した無償のアンチウイルスソフトウェアである。コンピュータウイルスやスパイウェア、ルートキット、トロイの木馬といった様々な種類のマルウェアから保護する機能が搭載されている。2020年1月14日に、マイクロソフト Windows 7の 延長サポート終了に合わせて提供が終了した。Windows XP、Windows Vista、Windows 7に対応していたが、それぞれの Windows の延長サポート終了に合わせて、その OS のサポートは終了した。ただし、Windows XP の定義ファイルの提供は2015年7月14日まで行った。同社が発売していたセキュリティソフトウェアである。 w i Windows Live アンケアを置き換える製品として登場した。同製品には更新料が必要となるアンチウイルスとアドウェアとスパイウェアのみを対象とする無償の Windows d ディフェンダーがあった。また、企業向けのセキュリティソフトウェアであるマイクロソフト、フォーフロントとは異なり、マイクロソフトセキュリティエッセンシャルズは一般消費者を対象としている。ただし、 マイクロソフト Windows 8や10では、マイクロソフトセキュリティエッセンシャルズと Windows Defender を統合し、Windows Defender としてプリインストールされている。2008年11月18日、マイクロソフトは消費者向けにコードネームをもろうとする、無償のセキュリティソフトウェアを提供する計画を明らかにした。マイクロソフトが、 消費者向けのアンチウイルスソフトウェアの戦略を見直し、更新料を必要とするアンチウイルスにバックアップやパーソナルファイアウォールをつける代わりに正規の Windows が導入され、かつ個人利用、またはホームオフィスを対象に無償で全ての種類のマルウェアから保護する製品を出すとした。この利用範囲については利用者の意見と 費用の削減や生産性の改善が強く求められている中小企業でも2010年10月以降は10代までのコンピュータを対象に利用できるようライセンス条項の改定がなされた。スキャンエンジンなど基本的な機能はフォーフロントと同一であるがグループポリシーや一元的な管理といった複数台のコンピュータを制御させるための機能は マイクロソフトセキュリティエッセンシャルズには搭載されていない。2009年6月23日、アメリカ合衆国、イスラエル、中華人民共和国、ブラジルに在住する7万5000人を対象に、ベータ版の配布を行った。それと、時同じく2009年末前までに20の市場、10の言語でムズを提供すると発表され、9月29日に、 正式版の配布が開始された。最低限必要な動作環境は、オペレーティングシステムによって異なり、Windows XP では5 0 0ヘルツのプロセッサー、2 5 6イトのメモリを必要としているが、Windows Vista と Windows 7では1ヘルツのプロセッサーに1イトのメモリが要求される。その他は共通で、800、600以上の画面解像度。 1 4 0イト以上の空き容量、インターネット接続環境が必要となる。マイクロソフトセキュリティエッセンシャルズをインストールする際には認証が必要で、海賊版ではなく正規の Windows を導入している必要がある。2010年7月19日にマイクロソフトセキュリティエッセンシャルズ2.0のベータ版が提供され、 2010年12月16日に正式版が公開された。保護エンジンを更新し、Windows Vista、または7では侵入検知システムを利用した、Web ブ,ブラウザのインターネットエクスプローラー上で役意ある攻撃を防ぐ機能も搭載されている。またインストール時にファイアウォールを有効にする機能も追加されている。処理能力が低めな環境でも動作するように、 システムリソースの消費を抑えた設計となっている。規定では圧縮されたファイルは一度回答を行ってからファイルがスキャンされ、また、ファイルのダウンロードや電子メールの添付ファイルもスキャンされる設定となっている。また、システムに影響を及ぼすような何かしらの不審な動作を察知した場合、ダイナミックシグネチャーサービスの技術を用いてその情報が マイクロソフトのサーバーで確認され、問題があると判断された場合は、その動作を拒絶し、新たに不審な動作として認められたものは、ユーザーにサンプル情報の送信を尋ね、それが許可された場合はそのサンプルコードをハッシュ化して、マイクロソフトへ報告する仕組みである。定義情報の更新は1日あたり3回、マイクロソフトアップデートを通じて行われる。また、 セキュリティポータルから手動でアップデートをダウンロードすることもできる。なお、Microsoft ュリティエッセンシャルズはファイルへのアクセス監視が主であり、万能ではない。メモリの使用方法に関する監視を行うためには、技術的な知識が必要となるが、ベッドエンハンスドミティゲーションエクスペリエンスツールキットを併用すべきである。実際、 エンハンスドミティゲーションエクスペリエンスツールキットを併用することで修正が提供されていないセキュリティリスクを回避できた事例が存在する。シマンテック、トレンドマイクロ、マカフィー、ーカスペルスキーラボのアンチウイルスベンダーはマイクロソフトセキュリティエッセンシャルズに対して批判的な意見であるが無償のアンチウイルスソフトを提供するアバグ、テクノロジーズは 悪意のあるハッカーに対する防御対策を無償で提供するのは我が社の理念に合うものと好意的な意見を寄せている。パブリックベータ版ではいくつかのレビューで良い評価が与えられ、リソースの消費が少ないこと、簡素なユーザーインタフェース、価格の面で評価されている。ワシントンポスト紙で掲載されたブライアン・クレブズによるレビューでは、 w i n d o w s 7のマシン上でテスト中にメモリを4メガバイトしか使わなかったこと、クイックスキャンが10分程度、完全スキャンが45分程度で終わったと報告している。アンチウイルスの性能検査機関である av-test.org による2009年10月頃に発表された性能評価テストではウイルス、ボットネット、トロイの木馬、バックドア、 インターネットアームで構成される54.5万件のサンプルマルウェアの検出力は98%で1.42万件のアドウェアとスパイウェアの検出力は90.5%と報告されている。ただし、これはシグネチャのみで検査を行ったものであるため悪意のある動作をするマルウェアは検出されていない。ありがとうございます。